今夜も妄想愛席食堂開店。今回旅に出たのはどこかの港町。お誕生日おめでとうございます、フカキョン。お誕生日おめでとうございます、キャプテンザコさん。誰キャベツ確認中のキャプテンザコさん。すごいよ、キャラキャの羅列が。あの昔はあの北斗の拳のザコのモノマネをよくしてらしたんですけど、あのヒャーハーのね、あれね、うん、で相方があの辻元清美さんのモノマネをね、あの私へこたれへんってよくあの細かすぎてね、あの なんやろ、こんなに一生懸命説明してくれるのに一個も興味が ちなみに相方さんは島蔵 Z さんというそうですけどね、今は錦織圭さんも、ね、進めてもういいですか、もういいですか、もういいですか。最近親子であの漫才してるっす。そんな尺取るとこじゃない。あ、そうですか。というわけで、妄想愛席食堂なんですけども、今回からちょっと変わりまして、そうなんですよ、旅に出る人とちょっと待てという人が、あの交互に入れ替わるということでね。そうですねだから俺もね内容聞いてないのよ、愛席食堂とそうまさやの愛席食堂っていうのが続きます。そうなんですよ。というわけで、今回はまさやの愛席食堂なんです。僕が旅に出ましたね。そうなんですよ。まだね内容、まあ初めちょっと音声として聞いたけど、うん、ちょっとね楽しみなんですよ本当に。まやさんはまだ聞いてないからね。聞いてない、まだ2秒ぐらいしか聞いてない本当に。うん、なんでちょっと早速行ってみますか。じゃあ、ね、じゃあ行ってみますか。行ってみましょう、ね、これ。今回旅に出るのは古畑任三郎さん。皆さんどうもご無沙汰してます。古畑任三郎です。今日はですね、漁港、港町に来てます。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで古畑さんに漁港に行かしたのよ。ちょっと真っ黒いいつものスーツ。おそらく暑いと思うぜ。というか、ミスマッチすぎ。いやいや、てかもう完全に古畑さんだからね。そう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 。漁港映えするから。古畑さん。絶対事件起きてる、事件が。大体漁港で事件って言ったらみんな船越さんをね、想像するけど、うん、今回古畑さんが。崖とか行くのかな。崖とか、うん、ちょっと楽しみ。ちょっと、それ聞いてみましょうか。まだ19秒しか聞いてないけども、ちょっと待って、言っちゃった。じゃあ行きましょう。何やら、私に相席をしてこいということで、なんか番組からお願いされて、本当に苦手です、こういうの。ここで一つ皆さんにアドバイスを。漁港に行くときは、夏場でも何か一枚羽織るものを持ってった方がいいです。潮風が冷たく感じます。ちょっと待って寒いって言えよ普通に。寒いのね、寒いのね。ちょっと震えとる。ちょっとあのいつもはあれ、うん、多分今は本当に鼻水が出てると思う。本当に鼻すらんとやばいやつ、ね。古畑さんが震えて飲みたくねえなぁ、まぁ、あ。震えはたや。震えはた、震えはた。震えはた任三郎さんはちょっとあんま見たくねえなぁ。震えはた任三郎さん。今泉くんなんか持ってってあげて、ほんとに。はい、古畑さんつって言ってあげて、もう。痛いよっつって、すいません。やりたかったです。次行きまーす。すごいね。ワールドが。
今日はですね、自転車じゃなくてロケバスに乗ってきたんですけど、まあ本当に運転が荒かった。それじゃ参りましょう。ちょっと待って今の情報いるか今のちょっとな、ちょっとだけな、酔ったんよ。ちょっとだけ。言いたかったん、もうよっぽど悪かったよね。ちょっとだけ酔った。いやー、荒かった。さあ、行きましょうって。そう、そう。そう。別に文句言うでもなしにね。荒かったっていう情報を皆さんに届けたかった。古畑さんは。古畑さん、最初から食いつかせるのは本当にもう。じゃあ次行きます。はい。俺はそこに大きなご婦人がいますね。ちょっと話聞いてみましょう。すいません。はい。あら、やだ。古畑さんじゃないの？ちょっと待って。マツコデラックスさんですか？あの、マツコデラックスっぽい人ですね。ぽい人ですね。ぽい人ですね。まさかのぶっこんできたら。ちょっと聞きたかったの、これ。これ。じゃあ行きます。どうも、すいません。今日は相席食堂ということで、お邪魔してるんですけど。やった !YouTube? そうです。そうみたいですね。なんかここら辺でなんか美味しい食べ物とか食べれる場所とかありますか？あ、海鮮丼。海鮮丼いいですね。ちょっと待って。ちょっと待って。なんなのこの人は。この人はどういう人なのこの人。海鮮丼って。だからもうマツコデラックスっぽい人。っぽい人だよね。っぽい人。海鮮丼ってね、もう漁港だからねっていう感じでしたよね。そうそう。ちょっと喋り方がもう素でマツコっぽい人。なるほど、ね。一般人。そういうことなんだ。そういう体だ。決してマツコではないのよ。うん、なるほど。そうそう。だから、いや、海鮮丼っていうか、普通ってちょっと思ってないけど。じゃあ、次行きます。僕行かれるんですか？よく行く。米が好きだから。なるほど、その体型だったら本当によく食べるんでしょうね。一時期は午後を食べてました。午後。すごいですね。海鮮は。その食堂はどちらに？海鮮関係ねえじゃん。あの看板のところを右に曲がったらもうすぐだから。相席したいけど、私今日ちょっとこれからちょっと用事あるのよ。そうでしたか。じゃあ他当たってみます。ありがとうございました。ちょっと待ってもらっていいですか？確かにぽい人だ。あとさ、あ、ちょっと逃したんだけど、あの、はいはいはい、ご飯が好きだからってどういうこと？海鮮丼なのにな。海鮮を食え、海鮮を。いらんくなってる。いらんへん。もう飯だけ食え、もう飯だけ。もう。一時期ごぼうと。醤油かけて食え、もう。本当にもう。すっげえ。解析しないのよ。4時間あんのよ、つってた。相席しないのかよ、しかも。じゃあ、まだ。古畑さんもやっぱ切り替え早かったね。そう。あ、こいついけねえやつだと。あ、失礼します。つって。嫌だったのかよって感じでね。ちょっと次、どういうこと、まだ他に出てくるってことかしらね。あ、ちょっと待って。マツコになってた。あれ映ってしまった。じゃあ次まだ誰か出てくるのかなっていうことで。カットしないけどね、この部分も。はい、じゃあ行きますか。
なんでしょうね。魚で言うとフグですね。あの看板を曲がって、あ、ここですね。ちょっと待って。今シンプルにディスタイマー。普通に悪口言った最後です。魚で言うとフグですねっつって。完全にデブっつってんじゃねえかよ。しかも、もう、川の流れのごとく悪口言ったら、サラサラサラ。ちょっと逃しそうになったけど、あれもう、つってよ。あれと思ったのよ。聞こえてるわよとか今言ってそうなんか。次行きます。すいません。愛席食堂という、あの YouTube なんですけども、よろしいですか。よろしいですか。ありがとうございます。どこかに相席してくれそうな人は、あ、いましたね。ちょっと声かけてみましょうか。すいません。返事がないですね。すいません。ちょっとすいません、あのプライベートなんで。おや、中井さんじゃないですか。ちょっと待って。まさかとは思った。まさかとは。あ、確かにでも顔見知りだもんね。確かに、ね。そう。一回捕まえとるから。そうです。釈放されたんかな。もう終わったんかな、ケーキが。終わって漁港で海鮮丼食ってるかな。漁港で海鮮丼食ってね。ちょっと、もうまさかの人出してくるのはちょっと。びっくりした。中江さん出てくると思わなかったまして。よし、じゃあ次行きます。あ、フラットさんじゃないですか。何今日どうしたの。愛席食堂ということで今日来たんですけども、よかったら中江さん愛席。プライベートなんですよ、今日プライベートなんですよ。ダメですか。断んの。ダメですか。ちょっと待って、断んの。中井正弘はプライベートはやっぱ大事にしたい男やから、それは。愛席をせえ。愛席を断るよ、それ。あと古畑さんも引くの早え。あ、そうですかじゃないんだよ。愛席して頼むから。愛席、これ愛席すんのこれ、わかんないけど、これちょっとこの先気になってしょうがない。ちょ、行きまーす。当たってみます。すぐかよ。大臣どんぐらいしか待っとるから、こんなに。困りましたね。あ、2階にお座敷がある。なるほど、そっち行ってみましょう。2階にお座敷、きっと大物がいるんでしょうね。失礼します。おや。何やってるんだい君。フラザさん、なんですか、ここはどこに。私今日愛席食堂で来たんだよ。君はね、本当に私に内緒でこういうところに来てるのかい、今泉君。でも、ちょっと待って。今日は。ちょっと待って。まさかの今泉君。まさかの。先にいたんだ、しかもね。まだ部下なんだ、あと。そう。あの関係は崩れん。結構ベテランよ、もう。いや、でももうフラットさんにはやっぱかなわん。そう。多分、出世してんじゃないかな、もうちょっと。出世はしてるよ。出世はしてるけど、うん、おい古畑とは絶対ならも、何年経っても。
おい古畑っつって、なんか裏で殺そうとしてたじゃんか、だって後ろから忍び寄っていく、締め殺したくなりますよ。いやちょっとどうなんのこれ、ちょっと楽しみだよこれ。あともうちょっとしかねえのか。そうですね、よし行きまーす。あ、ただなんですよ。しょうがないね、今日は君退席しようか。裏ぞ、あ、退席しますか。これじゃあいつもの感じでつまんないからやめときます。ええー、裏ぞさん。ちょっと待って。いや、やめんの？やめんの？これ今、スタッフも多分、相席成立って出したぞ、今。絶対。やっとやと思ったの。シャキーンって出したら、すぐファーンつって。つまんねえからやめますって。ええー、今泉くんに対する当たりが強い。強すぎる。やっぱり面白くない。お座敷におったから。面白くないんかい。なんか、おでこバーンとかやって見たいから。いつもの見たいから、視聴者は。もう、全然相席してくんない。もうスルーして帰って。帰るのこれ。帰るのかよこれ、この後ちょっと聞いてみようか。次行きます。まさか今泉がこんな高価なお店にいると思いませんでした。高価なんだ。今回は相席できなかったということで。フラダニザブロ。終わった終わったよ。ちょっと待てよ、相席をしろ、相席を。古畑おい相席失敗って出しとかなきゃ違うね。古畑 やっぱな、うん、やっぱ古畑さんは、まあ、あれやもんな、収録中も絶対にご飯を食べるところは人に見せないって言ってたから、やっぱ相席できんのよそれは。ドラマ中ではパフェ食ってたじゃん。あれ演出でしょ。なかなかなくならないっつって鶴瓶さんが笑ってたから、ちょっとだって。何にも、しかも海鮮丼一回も出てこなかったよ。海鮮丼何出てこなかった。まあまあ確かに中居さんが行くぐらいだから高い店なのかな。多分 YouTube では予算が出んかったかもしれん。出んかったかもしれん。ね、うん。高かったかもしれん。確かに、モアイとマサヤチャンネルは予算がない、確かに。確かに、そう。海鮮丼食っとる場合ちゃうもんな。ちゃうもん。もう、持ち出しやもん、こんなんで。そうよ、もう、前回のあの、ゆり子のやつは、本当にもう、何のリアクションもないっていうか、うん。もっとゆり子入院してもたやんだって。あら、あかんかったかな。あかんかったかな。響いたかな、あれ。面白かったんだけどな。一人いなくなったもんね、あれでね。そうそう。出せられております。って入院したんかもしれない。ゆり子が入ってたのかな、じゃあ。ゆり子が。あの一人、そうやったかもしれない。そっか、そっか。私を、ディスるような人は、やっておしまいっつってね。そのうち空からね、アクリル板が飛んでくるかもしれないからね。もうまた減る、これ。で、古畑さんは全く相席してくれなかったということで。相席するタイプやないもんな、ね、よう考えたら。まあ、なんで漁港に生かしたんか、うん、ていうか、オファー受けんな。オファーを。いや、暇か。でも、天国で暇か。今や。そんで帰ってきたんか。まあ、不謹慎悪いかな。漁港、行きます。
つ2つ返事っすか、マジっすか。多分オファーした方もビビっただろうね。ビビっただろうね。マジか、古畑来るってマジだよっつって、ギャラないんすけど大丈夫っすか古畑さん。あ、うん、お金取らない取らない。フランクフランク古畑フランク。今回序盤からもう最初から波乱の幕開けでしたけどもね、次回は次回のあの来週の火曜日かな、来週の火曜日は俺なんですよ、旅で逆パターンですね。逆パターンなんですけどね、あのね、俺ね間違えちゃったの、うん、まあ聞けば分かると思います。間違えちゃったの。はい。ごめんちょっと。今ね、なんかあの小さいおさんがあの喉に今突っ込んできたから、小さいおさんがそれを言ってどうするっつって今なんかね今まあちょっと来週お楽しみということでね。じゃあね、来週の火曜日、20時に公開しますのでね、また聞いてください。また来週でございます。さようなら。さようなり。それ俺のやつだね。俺のやつだね。やかましいな。はい、オッケー。迎えに行くんだろう、日曜日よりの使者。ちょっと待て。